べたな。色食べたね。よいしょ。よいしょ。優秀優秀。誰がつついてんの？うん。あ、これ画面をつつくな。画面。お米が、あ、お米がなくなった。お米ないか。お米入れたろ。くずまいとはいえお米やからね。こっちこっち。細長い。そう。よし。よいしょ。5個。今日は5話で5個。もう閉まれへんからね。はい。はい。OK。はい。これ持って帰っといて、はい、え、ソーセージあるわ、ちくわもあるわ。そこで椅子が倒れます。なかった。あ、せ出てこい。ほら、ソーセージとどっちがええ？はいはい、出てこい。ほら、ソーセージや、ソーセージや。ほら、あ、ほら。これだぞ君。
ここ見に行こうか。お水とあの粒とついてる。うん。ちょっとだけ。今日朝まだあそこまで育ってなかったのにもうこっちも伸びた。これだけちょっと伸びとってんけどな。あれだけちょっと伸びとってんけど、その向こうもあれやわ、伸びたわ。2、3日うちに食べれそうやな。戻っとる。あのバーのすぐ手前のとこにもあれ何本か出てるの、うんうんうん、あれ今年増えたやつ地下茎で増えていってるやつ広がってる、うん、これもこれこいつもこれこれ折れたけどさ、うんうん、これもそう、うん、上のっかっとったからなちょっと白っぽいけど。あ、これ白いの咲いてんの、あ、わさびの花。あ、こう植えたかったけども、鶏がみんな葉っぱ食うて迷ったね。今度雨で咲くせなんかは。コゴミも食べられるかもしれへん。コゴミも食われるかもしれへん。美味しいね。やらこうて美味しいやろ。ここへなんかなさやから木植えよう思てんね。何植えようかな。キウイをこっち持ってこうかな。これ家の切ったイチジク10本ほどあるね、うん、ほらスモも咲いてるやろ、うん、あいつらそんなどうでもええって今食う方がええわな。雨が降ったら翌日とか翌々日にここへ水がたまる。地面通って湧いてくんねこれ下な水。すぐにはあんまりたまれへんねんけどな。一回流れてしまうんやけど。ほらほら。向こうの方がよく花咲いてるやろ。向こうがソルダムやったと思う。書いてある。こっち控えてある。あのカレンダーに控えてある。植え替えた日にちと、あ、梨もやっと葉っぱ出たわ。うん、これ梨。これも放水と香水やったかな。うんうんうん、ここの山椒も葉っぱ。なんか出てきた山椒。あ、アスパラが出た。アスパラ出た。それ倒しといて。これまだ細いけど。これは去年。春に種植えたやつやから、種から出たやつやから、まだまだやねん。まだ今年はこいつ、今のところ取られへん。この辺のを取らなあかんねんけど、まだここは出てないな。まだやな。まだ出てくる気配ないな。出てきた。これどこにあるでしょう。どこにあるでしょう。指さして。
でも見てみ、アスパラガス出てきたわ。10日以上遅い去年より。どこ？ここ、これこれ、うん、こちらそれからもう肥料やって3年目かな、3年目ぐらいか、4年目ぐらいかな、3年目かな、うん、これからどんどん取れるで。よし、ここに、ここには種植えたんだけど、このバーのとこに種が出てきたらまたちょっと株増やせれるから。でもやっぱ